山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢市小田須の三丁目に工房がある螺鈿作家池田輝正さんにお話を伺いました。輝正さんは千葉県出身。お母さんの生き方に自分も従うのは違うと思って反発してみたのが工業高校の建築家時代。学校からネパールへ世界遺産の修復作業のボランティアに行きました。シンプルでモダンな中に生きている、日本で見る光景との違いに衝撃を受けて、美術の起源を追求したいと思って美大へ行こうと考えるきっかけになりました。高校卒業後、美術の予備校に通うために夜はアルバイト。3年経った頃にこのまま東京にいたら自分を見失うと思い、金沢へ引っ越してきました。そして金沢美術工芸大学に進学。木彫りに装飾をしたいと思っていました。漆と木工を同時に学び、現代美術の中に自分に合うものがあるだろうと考えていました。さらに現代工芸の自己表現を極めようと大学院へ進学。現代に合う色、ビビッドな色、質と品の世界を表そう。膨大な情報を数字で、それも螺鈿をレーザーでカットして世界の人にも伝わる作品を作り始めました。若い世代、工芸、美術が分からなくても何かしら感じる作品を作ろうと。宇多津山工芸工房で学び、1年目に結婚することになりました。家族を養うために必死で作品を作りました。そんな時、東京の大きなギャラリーから連絡。必死に作った作品に目が留まり、池田輝正さんの作品が評価されるようになっていきました。世界共通の言語、数字、ドット、花を SF 的に表現しています。9月に日本橋高島屋で個展が開催されます。来年の3月にはニューヨーク、再来年はロンドン。世界の人に知ってもらえるように、小田須の3丁目の築130年の町家を大改造した工房で、アシスタントを含めて9人で作品作りに打ち込んでいます。池田輝正さんの作品はとても印象的で、思わず声が出る斬新さと美しさを感じました。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。